皆さん、こんにちは。現在、海外中している3サ歳ルファイアーシュ投資家です。今日の12月12日、日曜日のクリプト仮想通貨についてのニュースをですね簡単におさらいしていきたいと思いますけれども、今現在、ビットコインですね、昨日から少しほんの1%ぐらいですね、上昇している状態で、4万9000ドル。Ephilem が4000ドル。昨日ですね、3999ドル切ったんですよね。で、ソラナが169であまり動いておらず、カルダの1.35、8%の上昇。 で、ポーカロットが27%、ほとんど変わってないです。で、トップ2ですね、今週というか先週トップ2のテラ、ルナ、58で6%加工していて、もう一つの一人勝ちのポリゴン、マーティックが2%、3%の加工で2.07。で、それ以外もろもろですね、サンドボックス系、メタバース系のコインなど、それぞれビットコインと同じ動きをしています。で、今日のですね、クリプトのフィアとグリードインデックスなんですが上がってるんですよね11。11ポイント上がって27まで回復してると、これは何だったのかと。 ちょっと思いますよね。これ何をもとに、ね、計算しているのかと、まあ、ソーシャルメディアとかマーケットモメンタム、ボラティリティ、つまりボラティリティが少なくなってずっと動いていなければないほど、このグリードフィアとグリードインデックスは上がるのではないかなと思うんですよね。 で、まあ、サーベイとかトレンドとかもいろいろ入っていると。まあ、ということで、まあ、ビットコインの、えー、チャートでテクニカルアナウンスパースアクションを見ていきたいと思うんですけれども、まあ、これですね、あの昨日、おととい、まあ、昨日ですね、昨日この辺だったと思うんですよね。まあ、これ4時間チャートなんですけれども、えー、今ちょうど50日ムービングアベリジに達してで、このキャンドルがですね、まあ、あのブルガへちょっと負けて、これから下ろしていく状態でしょう。ということで、今この狭い範囲ですよね。 あの50日ムービングラビジーがリジスタンスになって、この4万7400ドルぐらいがサポートラインになっている状態で、まあ、私の予測ですけれども、まあ、この状態でですね、あのブレイクアウト可能っちゃ可能なので、まあ、こういく可能性はあると。こういう感じですね。もしくは、ここから下ろしていって、まあ、こういう感じで、でストーンと落ちて、まあ、フルムーンの前でボトムを記録してからの、まあ、上げみたいな感じですかね。でこの部分ですね、まあ、フルムーンがちょうど17日、18日。 数日前に起きることもあるので、それを含めるとまあ16、17、日にも来そうな感じなんですよね。でえー、ちょうどこの辺なので、まあ、この停滞している状態であると。でかつ、この52時分アブリジの傾斜が結構激しいんですよね。ここからいきなりさよならというのはないと思います。一応、ですね、ある程度、平坦になるまで、あ,のある程度のレンジ相場というか、そういうのは続くのかなと、個人的には思いますけれども、まあ、過去を見てみても、ですね、ある程度、停滞してからなんですよね。 一気に上昇反転かと思いきや、レンジを作って、ですねある程度、立ってから傾斜が平たになるという、平たになるというか、上昇になると。これまた一気に下げますよね。で、ここにタッチしたときは、傾斜がまだあるので、ここからストライクまあブレイクアウトできないと。で、ここはじゃあどうなんだと。いうと、ここは傾斜があると。じゃあここはどうなんだと。ようやくですね下がってきたと。で、この辺でちょっと停滞しているときに、角度が平坦になってからのブレイクアウトみたいな感じなので、今これですね、超えてもいないので、いきなりブレイクアウトないといますね、超えた後に、最低でもですねここからなので、 まあ3日、4日ぐらいですかね。これでも2日だけで角度は結構変わってるんですけど、それでも1回、2回タッチした後なので、これ、まだですね、これ初めてタッチした状態なので、それぐらいですね、しばらくは続くのかなと思います。で、今買いかというと別に買っても構わないと思います。買い場か買い場ではないかといったら、この時ですね、例えば5万4000円と比べたら絶対買いでしょうね。 でかつあの、ボトムをです、ね、見つけよう、見つけようと思えば思うほど予想したくなってしまって、じゃあ今、上に行く、まあ、向こう5年間ででですよ向こう5年間で上に行くのと下に行く可能性どっちかって言ったら、おそらく99.9%ぐらいで確率で、まあ、その仮想通貨を信じてる人はですよ、私みたいにあの上側に行くと思うんですね。じゃあ、このままです、ね、上昇反転したときにここ、この値段で取れなかった、その後悔をしたくない場合は今買っちゃっていいんですよ。でかつ、かつですよあの私考えたんですけども、 月末とかあの月に2回例えばあの収入が入ってくる人とか、まあ、いろいろいますよねで。あと10日ぐらいで例えば新たな収入源が入って銀行に入ってくるのであれば今買っておいて、で反転上昇反転したときにこう見逃したくない場合は今買っておいても別にいいと思いますよね。でもし下がった場合、ですねで下がった場合おそらくあ,の、まあ、あと5日ぐらいで,です、ね、私は下がってくると思うので,でそこからちょうど停滞しているときにあのお金が入ってくればそこで買ってもう1回。 買い,直し買い直してもいいのではないかなと、個人的には思います。で、今日のツイートなんですけども、これですね。ビットコイン ATM にヘルシンキー、フィンランド、テイキングオブザワーということで、これですね。ビットコインとユーロをですね、交換できる。まあ、もしくは、まあ、まあどうやってビットコインのアドレスを、まあ、これなんかスキャンできそうなものがあるので、まあど、どのようにしてですね、ユーロを例えば入れてで、それを自分のビットコインアドレスに送金するってことだと思うんですけども、まあ、モスクワ、ロシアにもあるようですね。これ日本で見たこと、まあ、日本にいないのか分かんないですけども、まあ、日本にはないのかな、まあ、まあ、あの、 日本、ドイツ、アメリカは、まあ、中国もそうですけども経済で世界トップ3なので、まあ、金融に関して政策もも,もちろん厳しくなりますから全て遅くなると思うんですね、対応が。なのでまあこういうですね新興国がどんどん,どん,どんあのもうビットコインがこうなってくるとすごいですね、2年前、コービット始まる前はこんなのがなかったのに、まあ、3年後に旅行に行ったらビットコインの ATM があるみたいなそういう感じですよね。 でこれはですね、あの、複数、数日前に、あの、紹介したものだと思うんですけれども、2021ビットコインクラッシュコンパレーションで、I、イリクイエンティティーズ。これ、イリクイデサプライドが増えてるんですよね。で、イリクイデサプライとはどういうことかというと、ビットコインを保持していて、まあ、ホドラーですよね。売らない人が増えてるということで、以前はですね、例えば、今年の最初の5月のこの下落の時は、売られているとき、みんな売っちゃったんですよね。なので、ホドルしないと。だから今回、売られてますよね。ただ、どんどん上がってるんですね。みんな買い占めてると。もしかしたらみんな、あの、こう 今回が最後の、これ4年周期の爆上げ前の最後の,あのドローダウンなので、買わなければいけないみたいなそういう風に思っているのかもしれませんので、まあ、みんなホドロしている状態です。で、e t h e ム m ですねあの、全く昨日と変わらず、まあ、レンジ相場。こういう風にですねあの、相場というのはほとんどの状態、90%以上はあのどうしようもない時が多いんですよね。だからこの場合ですねあの、まあ、もちろん今買ってもいいと思うんですよ。ここがあのサプライとしてあ、サポートラインとしてですねここ、綺麗にここサポートラインになってますよね。1回、2回、3回、4、5、6、7、8、9。 でただ、ビットコインが落ちるのを推測しているので、そ、ま、こ、あ、ちで買わないという理由があると思うんですけども、まあ、いずれにしてもです、ね、今この状態、まあ、これ買いたくないですよね。買うとしたらここで、で昨日説明した NVT セグナルもそうですけども、オーバーソールドの領域入っているので、買うとしたらここで買った方がいいかとは思いますけども、まあ、また下がるかもしれませんねというだけの話です。でそのですね、昨日このサポート,ポートラインブ,ブレイクアウトしてからの、まあ、ちょっと下側で動いてるんですね。だからこれを、まあ、まだ まだですよっていうふうに、後付けもできなくはないんですよね、こんな感じで。こんな感じで、ちょっとパスペクティブ変わっちゃったじゃないですか。こんな感じで。<laughs> なので、まあそうあの、まだまだサポートラインブレイクしないですよってなりますよね、こうやったら。こうじゃなくて。なので、この辺ですね、誤差ありつつの、まあ、まだサポートラインひっついてるので、まあ、ここからは跳,、ね、跳ねることもあるし、まだブレイクアウトあんまりしないなっていう感じですね。はい、ビットコン待ちでしょう。 で、これがポーカドットで、えー、昨日のです、ねまあ、ダブル、トリプルボトンを形成した後にちょっと反転してからの、まあ、ほとんど動いてないんですよね。ボラティリティがほとんどない状態。まあ、それが原因なのかわからないですけども、まあ、フィエとグリードインデックスがかなり上がった状態ですよね。で、サンドボックスなんですけども、なぜかギャップを出してるんですよね、これ。 でここでタッチを200日ムービングアベリジーにしてからちょっと反転をしてで今度はこの50日ムービングアベリジがこのレジスタンスになって狭間まで、えー、かなり狭いところですねこの中でしか動けないみたいな感じになっていて、まあ、どちらにしてもですねあの17日16日18日ぐらいまでは、まあ、こういう感じのレンジかと思います、はい、でその他のニュースなんですけれどもこれはですねあの数日前に、ね、確かあの紹介したと思うんですねもう一回やりますけれどもグレースケール l e f i n over 25% of US households surveyed currently own Bitcoin ということでグレ a ス s によると、まあ サーベイですね。調査を取った人のうちの4分の1。つまり、全ポピレーション、アメリカの全ポピレーションの4分の1ではなくて、調査した人の4分の1は、えー、ビットコインをオンしていると、所持していると。で、これが日本で実際、そこまで高いかといったら、まあ、そうではないと思うんですね、おそらく。まあ、円、しかもインフレもしてないし、むしろデフレしているので、まあ、仮想通貨、むしろ日本人というのはドイツ人とかなり似ていて、あの投資をしたがらない。 あの貯金が大好きなんですよね。で、それがうまくいってたわけですよ。今までデフレだったので、まあ、インフレしてないのでね。で、しかも、あのリスク回避の動きが相当強い民族なんですね。日本人は、ドイツ人と一緒で。で、そういう人たちが、じゃあ投資、ストックとかね、その投資ですら、あのあ、危ないなとかっていうふうに考えてる人たちが仮想通貨とか NFT とかだったら、まあ、そもそも英語読めないのがまずその時点で、まあ、バリアになりますよね。ニュースとか何にも入ってこないと。まあ、入ってきてもトランスレートしたものだけなので、まあ、一回フィルターかかってるし、時差、ラグがあるわけですよね。 でそれがですね、言語のバリアがあるわけです。これが大きいわけですよ。スピード、インフォメーションのスピードに対して。まあ、それはドイツも一緒なんですよね。まあ、ただ、ドイツの方が言語に関する壁は少ないなと。英語できる人がより多いので。ということで、まあ、そういうですね、文化的な背景もあって、日本人はさすがにですね、貯金大好きで、あれですね、現金をのタンスの後ろに貯めてるとかそういうこともあるぐらい。なので、あのまあ、ビットコインとか仮想通貨、 株ももですけども、まあ、なかなかあのアダプトはしないかと思います。まあ、それでもいいのかと思うんですよね。まあ、デフレの状態なので、まあ、現金がそんな価値下がってないですし、まあ、日本政府ですね、まあ、バンバン世界で一番ですよね、確か、あのー、負債を負っていると。で国債でばらまいてますけども、まあ、まあそのままずっと同じような状況なのかなと思いますけれども、まあ、その感じです、ね、世界は変わっているということですね。で次これですね、r e e l e c t m a o r o e k retirement savings partly in Bitcoin ということで、これですね、アメリカで 41k というのは日本で言う 年金ファンドみたいなものですねで。その年金の一部をですね、あのビットコインを受け取るというふうに、マイアミの、まあ、これは市長というよりは、あれですね、県庁ですね。マイアミはステートなので、はい。なので、つまり、マイアミの大きさというのは、例えばニューヨーク、カリフォルニア、前もこれ話したんですけど、マイアミはニューヨーク、カリフォルニア、マイアミという、まあ、トップ5に入る大きさだと思うんですよね。なので、日本でトップ5といったら、まあ、東京、京都え、東京、大阪、で、横浜、まあ、神奈川、名古屋とか、まあ、そういう感じですよね。なので、まあ、名古屋知事が、まあ、年金、年金をですね、 ちょっととビットコインで取りますよという考えられますか、まあ、考えられないでしょう。だって、あの人たちはみんなね、年寄りになって、でまあ、当然、英語も読めないでしょうし、もうそもそもテクノロジーというのは日本遅れてますから、IT なんとか帳というのを立ってはみたいですけども、まあ、上の人がです、ね、テクノロジー、当然できないので、まあ、そのラグは発生しますよね、当然。ということで、頭が硬いというか、遅いわけですよ、日本は。まあ、それはそれでいいんですよ。世界でトップ3の経済マーケットなので、まあ、そんなに簡単に動けないと。はいまあ、ただ、そういう時に、今、新興国にチャンスが回ってるという話なんですよね。 で最後に伝えたいのがですね、これですね、あの複数,数日前にちょっと見た動画なんですけども、あのハッハッキングされてる人がいて、それの動画なんですね。でどうやらあの皆さんメタマスクって言われておるですね、ブラウザー上でできるんですけども、まああのメタマスク多分安全ではないと思うんですね。例えばエクチェンジ、例えばバイビットとかバイナンスとかクラケンの場合というのはログインパスワードしますよね。でした後にかつ例えばウィズドローする時っていうのは大体2ファクターオーセントティケーションで例えばグーグルオーセンティケーションとの特別コードですね。一回一回パンチする必要があるんですよね。でそのコードがないと引き出しとかできる。 ただメタマスクの場合はそれが必要ないと思うんですよ。おそらくパスワードが例えば Google のブラウザに保存されていて、それ以外はですね2ファクターとかないので簡単に引き出せてしまうのではないかなと思うんですね。でそれが理由で、まあ、ハッキングされている動画これで2回目、私見たんですけど、これですね。あのメールであの例えば ユーチューバーに対して、こういうマーケティングで、こういう,ふうなあの企業スポンサー案件で、これがですね、詳細の PDF ですって。で、この PDF をクリックをしたら PDF ではなくて、これはソフトウェアであって、このインストールでのパラメータが0から100%になって、そこでおそらくですね、パスワードとか盗んだのかなと思うんですね。まあ、ブラウザー上に保存されているパスワードとか、おそらくそう簡単には盗められないとは思うんですけれども、パスワードなのかはよくわからないんですけれども、 まあセッションなのかはよくわかんないですけども、そうやってまあ PDF とまあファイルですよね。ファイルがとに見せた実はえソフトウェアであったと。マルウェアですね。それに盗まれて、メタマスクのウォレットが今0になっているというようなことで,で、この動画ではですねそのスキャミングをしているその人のウォレットが31億ぐらいあるのをちょっと見せてたんですね。それがこの動画のえこ 31Medium。 これがマーティングバリーになっているんですけど、サリバミリアということで、まあ、おそらくこのスケマがです、ね、31億ぐらい盗んでるかもしれないということで、まあ、いろんな人が盗まれているとということで、まあ、私が言いたいのはですね、 あのブラウザー上でコネクトできるあのウォレットありますよね。そのうちの一つがメタマスクなんですけれども、まあ、よくオープンスイートとかであの売買するときにメタマスクをコネクトしたりするんですけれども、あのずっとコネクトしておくと、まあ、例えば違うサイトにいたときにそこで盗、ね、まれる可能性が当然ありますから、あの私はメタマスク上にお金は入れてないですし、まあ、そこだけですねちょっと気をつけてほしいなと思います。あとはセキュリティ上ですね、2ファクターオーセンティケーションをしていれば、ある程度かなりの強度は上がると思いますので、していないウォレットをオンチェーンの、ね、ネットに接続するのはかなり危険かと思います。 はい、ということでですね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。今現在ですね、サブスクライブは3,539名、もう少しで4,000人ですね、今月まずはに5,000人いけばかなり嬉しいです。で昨日の動画は 3.6K、3,600View でライク、ディスライクレーションもです、ね、99%以上いっていたので、あの応援ありがとうございます。最近ちょっと疲れてきていたのでですね、あの皆さんの応援が毎日あることで結構あの励みになってます。ということで、アルゴリズムのためにですね、引き続き、LIKE、サブスク、コメントでの応援よろしくお願いします。